外務次官、中アメリカ大使、ワシントン会議前県委員。洋画家の萩原久和大は妹。山梨県中駒郡原村生まれ。東京専門学校卒業後は、東洋経済振興社に勤務し、日本最初の外交専門士、外交時報を刊行する。翌1898年に外務省に入省し、 新国アモイ領事館法を皮切りに移行順調に昇進を果たす。外務事務次官時代には、当時の海軍大臣、加藤智三郎や中アメリカ大使、紫出原喜十郎とともに、ワシントン会議の全権委員に選任された。1909年、コロラド州などアメリカの8州に拡散する、日本人移民の居住地の実態調査を行い、 その報告書を外務大臣の小村寿太郎に提出したが、不衛生ではいざつ極まる、日本人町のあまりのひどさに、外務省は、機密文書として、これを封印している。1919年3月には、現内閣の対米協調姿勢の元中米大使の、石井岐久次郎が更迭され、しで原喜重郎が公認となる。これに伴い萩原は、 政務局長から時間に昇格する。1922年には、締原の公認として中アメリカ大使に就任する。1924年の敗日移民法案阻止のために、国務長官、チャールズ・エバンズ・ヒューズに宛てた、所管中に書かれた、深刻な結果の一句が、台米同活であるとアメリカ国内で問題化し、法案に賛成しないと見られていた上院が、 一斉に賛成に動いた。その結果、ハニハラ書管が同胞成立の一員とみなされ、責任を取って帰国することとなった。外交界では小柄な体育から、リトルハニーとあだ名された。ウィキメディアコモンズには、ハニハラマッサナオに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。